お前も泣いてるじゃん。かぶり物から溢れるくらい涙出てるし。俺は泣いてねえ。の皮をかぶってさあ化け物、屍を晒して俺がより強くなるため、より高くいくためのふみ落ち着け。あー、音、頭骨割れてない？あっ、えい、ん、なんだこれ。何気倒しのパシッとしさらに気かせてこね。俺の顔に文句でもあんのか。気持ち悪いやつだな。ムキムキしてるのに女の子みたいな顔が乗っかってる。何、俺の顔チロチロと見てやがる。見てないよ。何やってるのあの人。見ちゃダメだ。うん、勝負だ。俺は必ず隙を見てお前に勝つぞ。俺はお前じゃない、かまど炭治郎だ。かまぼこゴンパチロ、お前に勝つ。誰なんだそれは。お前だ。違う人だ。うるさいわ。肌触りも良くて気持ちがいいですよ。夕飯は天ぷらにしましょうね。そう、衣のついたあれでございます。ほわほわ。あ、待って、ねえ、こちゃん。違う。なんだなんだ。早いもん勝ち、俺がこっちだ。いいぞ、好きなとこで寝ろ。前逸はどっちがいい？頭使いすぎた。雲の巣だらけじゃねえか、邪魔くせえ。伊之助、何の用だ。ありがとう。あ、伊之助も一緒に来ると言ってくれて心強かった。山の中から来たよじれたようなまがまがしい。ありがとう。肌触りも良くて気持ちがいいですよ。どのような時でも誇り高く生きてくださいませ。ご分を。ほわほわ。伊之助。見ろ、ほらほら、俺の方が飛ばしてるさ。ああ、と一人だ。よし、もう一回やるからちゃんと見とけ。倒したかよ。体は大丈夫か伊之助。倒したかどうか聞いてんだ。ああ、倒した。それより伊之助、体は。俺に対して細やかな気遣いをすんじゃねえ。いいか、分かったか。お前にできることは俺にもできるんだからな。それからな、それからあれだ、怪我してんね。ケンタロウ。なんだこいつ、ワクワクが止まらねえぞ。は？ちょっと待て！俺と戦え、ハンハンバオリ！その前に俺が勝つ！修行し直せ、たわけ者。何を！ておい！待てこら！己の怪我の程度もわからない奴は、
戦いに関わるな。聞こえねえよ。声小さいし早いんだよ歩くの。待てっつってんだろ。名は孤独だこら。おいおい